次の後楽園5月3日後楽園ホール俺がシーマをぶっ潰して名前を取り戻します。応援よろしくお願いします。いやもう本当にいろんなことがありすぎて、もうなんですかね、あっという間でしたねこの4年間、はい、いやもう本当に充実してたというか、本当自分の中でそういうふうにプロレスするのが楽しくて、まあでも最後の最後で名前変わっちゃって、これはもう次の後楽園で、はい、取り戻したいなっていう気持ちがあります。ストロングハーツが責任を持って刺激ぶち込んだるからな、おい。あの当日対戦相手がわからない状態で自分が入場して待ってて、でシーマ選手出てきて、まあ、もうめちゃくちゃ自分は興奮してたんですけど、でも自分の全てを出そうと思ってやったんですけど、まあ、1分、まあ、2分ぐらいですかね、でやられちゃって、もうただ情けない、悔しいなっていう気持ちが、はい、ありましたね。自分が情けねえよ。もう一回だ、もう一回やろう。どうする、エプロンサイド、エプロンサイド、いやトンショがそれでもしがみつく、トンショがしがみつく、グリップ切るか、どうだ、あーここでジャーマン、なんとエプロンサイドでジャーマンドロップキックを落としたー、シーマ脱落、トンショこれは大金星です。タンドコラー、タンドコラー、お前がシーマを落とした、こんなもんなプロレス界にはあってはいけないことや、おい。お前にまさか悔しいという気持ちもらうとは思わんかったな。トンショジュン、その名前をみんなが知ってるトンドコロジュンに改名する。どうだ、再び4ヶ月後メテオラが降ってきた、返せるか、どうだトンショ、カバーに入るシーマ、これでスリーカウント、三勝順、とんどころ順に改名決定。いやまあ正直その試合に負けて、まあ、自分の中で正直実感はそんなになかったんですけど、まあ、時間が経つにつれ周りの人からとんどころとんどころって言われて、やっぱ悔しいというか、なんかとんどころが定着してきちゃってすごく悔しいですね、はい、お母さんに言われました、とんどころって言われました、はい俺は自分のトンショという名前を取り戻してきた。この俺様が大阪にいるシーマさんにちゃんとやりたいって、5月3日やりたいって後楽園でいいだろ、5月3日の後楽園でやりたいって俺がシーマさんに伝えておいてやるよ。お前はリマッチなんだからリスクを負わなきゃいけない。前回と逆、シーマさんが勝つには2カウント、お前が勝つんだったら3カウントを取らなきゃいけないというルールだったらやってあげるけど、どうしますか。俺がシーマをぶっ潰して名前を取り戻します。まあ、もう圧倒的、まあ、不利というか、まあ、自分で言うのはあれなんですけど、めちゃくちゃうまいですからねまあ全部すごくて、まあでもその10ヶ月戦ってきて、ためになったことってめちゃくちゃあるんですよ。だからそのためになったことプラス自分の考えたプロレスで、はい、必ず勝ちたいですね、はい、まあ、見てるお客さんもその僕の試合を見てなんか変わったんじゃないかって思うと思うんですけど、まあ、僕の中では本当ストロングハーツを潰したい、
ストロングハーツに勝ちたいっていう気持ちだけで戦ってて、今まで経験できなかったことなんで、試合内容だとか試合感、それこそマイクとかも、なんていうのかな、ストロングハーツが来てなかったらこんな自己主張してないと思うんですよね。だからそういう面ではストロングハーツに感謝しなきゃいけないのかなっていう気持ちはあるけど、俺はストロングハーツを潰す。まあ、今はもう名前を取り戻すこと、豚舎に戻すこと、まあでも取り戻したあとはそうですね、ゆくゆくはやっぱりベルト、クルーザーのベルトを巻きたいっていう思いはそのデビューした時からあることなんで、本当に、はい、クルーザーのベルトを目指してレスラーを盛り上げるんだっていう気持ちがを出していきたい。 9.1 横浜分隊、最高の舞台で最高の結果を残したい、はい、気持ちです。